我々が大人になってできるようになったこともたくさんあります。ただ自由に不自由にするようになった、そういうふうにも思います。大人になったからこそよさこいやるときぐらいは思い切り知恵を捨ててチェストで当たっていきたいと思います。我々が表現するよさこいソーラン、面白いと思うよさこいソーラン、4分半全力で表現いたします。皆様も細かいことは考えず知恵を捨てて、我々の4分半が面白いのかつまらないのか、はたまた千葉県を代表するよさこいチームとしてふさわしいのか、それだけを見ていただければ幸いです。ハードルぶち上げてご覧ください。お付き合いどうぞよろしくお願いします。カラスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どうだ。はい。大人ってなんだろうな、大人ってなんだろうな、大人ってなんだろうな、大人ってなんだろうな。Oh!